動かなくなりました。はい、ウラタンライダーズです。今日は雨、昨日も雨です。てなわけで大雨注意報発令中の松前町、大雨警報発令中の函館を通って、さあ今日はどこ行こう、どこ行こうって行くとこは決めてんだけど、途中寄るところはもう寄りたくない。この雨じゃね、昨日北海道最南端行っとってよかった。もうこんな降りるの嫌ですわ。今日の予定は一応函館付近をスルッとスルーして、白大山展望台に行って、白大山スカイライン、そこからずっと北上して、羊蹄山を見て洞爺湖行って、で苫小牧ちょいと越えたあたりまで行こうかなという予定ではありましたが、まあ、あんま無理できないんで、今日はもう一日雨の予定です。しかもちょっと結構な雨なんで、無理はしたくない、もう事故りたくないので、これね本当ちょっと危険だと思うんだよね。昨日もゆっくり走ってたんだけど、やっぱりその地元の方が結構なスピードで後ろについてくるんでね、向きにならずに先に行かせてゆっくりゆっくり走らないと本当危ない。昨日もちょっと行ったけど、トンネルの入り口がね、なんか知らんけど滑るんだよね。本当にこけるぐらい滑る、まあ、一瞬滑ってすぐにグリップを取り戻す感じっていうことがありますんで、ゆっくり行くのと、朝飯もバッチリ食ったんで、もう昼飯なしで宿まで行くのもありかななんて思うぐらい気分はないないです。はい、こういう雨の中ちゃんと予定通りにツーリングする人っていますよね。すごいなと思っちゃうよ。もう俺ダメだもん。もう今やる気パワーマックス100だとしたら20ぐらいかな。できることなら今日はもう一泊したかった、あの快適なお宿で。はい、なわけでまずは昨日会った方、弁慶岬で会った方がトラピスト修道院っていうところは良かったですよって言ってくれたので、まあちょっと通るだけ通ろうかなと思います。まあこんな雨じゃ観光客もおらんやろって思うので、で一応予報では明日からは曇りなんで、それなりに楽しめるでしょう。知らんけど、トラピスト修道院、トラビスト修道院っていうところに行ってきました。続けてはよいしょ、白鯛牧場展望台にはとりあえず行きます。函館の雨のピークは午前中だというふうに言っとったんで、今10時、やばいかなっていう気はするけど、一応行ってこようと思いますが、途中であんまり雨が強くなったら、まあ素通りも考えます。ラッキーピエロ行って昼飯食おうっていう予定も立ててたけど、もうカッパ脱ぐのが嫌なんで行きません。はい、白タイスカイラインに入ります。ゆっくり行こう。雨はね強くなくって、結構もう小降りになってきました。だけどね、やっぱり峠、まあ、スカイライン峠なんで、ゆっくり行かないとねと思ってます。これなら、展望台も、まあ、一応止まってちょっと景色を見るぐらいはできるかもしれないですね。
展望台駐車場、ここから見えるってこと？もちろん何も見えない。真っ白だよね、そりゃ。はい、白鯛牧場、展望台行ってきました。綺麗な景色が見えるって言われてるんだけど、もちろんこんなんですから何にも見えないっす。あ、展望台こっちに行くんだ。あれ、あ、ここが展望台なんだ。あ、ここが展望台なんだ。ここが展望台でした。まあ、どの道見えないんだけどね。白鯛牧場展望台、こっち側にありました。向こうかなと思ったんだけど、はい、もう長いは無用です。帰ります。よっ、白鯛牧場展望台、ゆっくり走ろう。北海道、多分ね、ここは函館の町、あちゃ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 の綺麗な景色が見えるようですね。裏夜景みたいな、なんかそんな言われ方をされてるみたいで、こっから見る函館の町並み、それから多分夜景も、お、そうかな、夜景も綺麗だということでした。まあこんな雨とか霧じゃなくっちゃね、多分そこそこ曇りでもいい景色が見えるような感じ。あ、でも、あ、車来た来た来た、すげえな、車来るんだ、だと思ってます。今日はもう命の危険を感じるぐらい霧が深いので何にも見えませんでした。雰囲気すら分かりませんでした。綺麗っぽいなとかそんなん全然違う、綺麗かどうかも分かんない。まあね、ここ今日パスしてもよかったけど、まあこの景色を見た後で次回晴れた日に来たとしたらね、なんか感動が倍増というか、かなりマシマシな感じになるかと思うので、まあよしですわ。まあ負け惜しみですけどね。はい、てなわけでゆっくり、ちょっと霧が少し晴れてきた、安全に下山していきます。お、結構下がってきたな。あ、白鯛スカイラインを降りて大沼っていう沼、湖に来てます。な、結構大きな湖かな。はい、ラッキーピエロ行ってきました。行ってきただけ、前で写真撮っただけです。もうめんどくさい、本当に。もう切れちゃってるよ。どっからかわからんけど、アクションカム切れてたじゃない。このアクションカムがなんか知らんうちに切れちゃうんで、ちょっと設定見てみましたけど、よくわかりません。特に問題なさそうでした。はい、てなわけで、去年に続いてまた AS300 が動かなくなりました。雨の中走ってきたからかな。多分ね、ケーブルとの接続がうまくいってないのか、まあ、ケーブル自体が悪くなってるのか、去年と同じように。ということで AS300 取り外しました。多分このままやっても動きません。なんで、当面声なしでアクション3さんで、洞爺湖来ました。どこが見どころなのかよくわからんけど、
で変更しなくても大きい押せばいいんだ。今でもしあのリッター数とか優秀とか変えるんでしたら、うん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 、それで何もよろしければ。これ壊せちゃいました。こんなことなってた。なんかエンジンがかからない。